新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、YouTube を毎日更新することで、小説の何の役に立つのか問題。今日はまあ雑談です。 斉藤紳司さんの動画をチェックしてたら、毎日 YouTube の更新をしているんだけどこん、これに意味があるのかっていうようなことがあったので、そういや、うちも毎日更新しているよなっていう、まあ、それを思ったんで、まあ、その話です。えっと、僕に関して言うと、<coughs> 僕に関して言うと、YouTube の毎日更新っていうのは役に立ってます。僕にはね。ええー、と、うん、まあ、まあ、大きく二つ役に立ってます。一つは気晴らし。もう一つは勉強です。で、こう、まあ先に言っておくと、YouTube は、YouTube と小説の相性って極めて悪いです。 えっと、僕は2011年から YouTube をはしスタートしてるので、もう11年になるのかな。ええー、まあ,あ、いろいろやっては見ているんだけども、まあ、大体、その、チャンネルのアクセスもそんなに上がりはしないし、 で、えー、っと、毎日こうしましたないです。長いし、してなかったです。長い時期、もう動画だけでずっと、講座の動画の、小説講座の動画のダイジェストを編集して、週に一度こう、うん、アップしていくっていう風でしたが、まあ、はっきり言ってん、全然アクセスは上がらないよね。んで、チャンネル登録者数は、 地味にコツコツ上がってます。だいたい、2日か3日に1人ぐらい、こうチャンネル登録があって。まあ、ぽっつりぽっつりという、そんな感じです。んで、あと、YouTube では儲からないです。う <laughs> んっと、ポッドキャストほど、お無駄足ではないんだけれども、まあ、ああ、だいたい、ええー、 今のアクセス状態、えっと、こう、皆さんが思っているよりもアクセス数は多いです。うんと、一つの、おお一つの YouTube の動画のそのおアクセス数っていうのは大したことないんだけど、内政数が多いので、えー まあ過去にさか、さかのぼって、こうずっと、大きくと、お、いう、方が多いので、あと、これに関して、この YouTube に関しては、音声鈴木基地をさからじょに関して言うと、ポッドキャストにも配信してますで、ポッドキャストの配信は、まあ、結構な、あの、 割合になってるんだ。うん。なので、まあ、皆さんが思ってる以上には、っていうか、こう、ここで動画のアクセス数で表示されている以上のアクセス数はかなりあるんだけど、うん、でもね、っていう、それでも、 一日に、まあ、200円か300円ぐらいだよ。入ってくるお金って。ん,んで、収入を目的にするんだったら、Mac の時給の方がはるかにいいです。<laughs> ええー。だからまあ、お金目当てにするとか、小説への、小説の広告という面では、YouTube ってのは効果はない。 ですね。えー、ただ、まあ、まあ、一つは気晴らし。気晴らしは結構大事です。の僕は内政、普段、ほとんど人と会わないので、んで <coughs>、まあ、一番大きいのは声を出さないんですよ。だから、ラジオ体操の代わりに声を出すっていう、そういう習慣がやはり、 つくということと、いうこあと、その、ブログだとか、フェイスブック、うーん、ツイッター、ええー、と、うーん、ツイッターだとか、あと、まあ、ツイッターはね、短いから難しいんだよね。えー、で、ブログ、うん、ブログは時々こう、更新してますが、 ブログは文章なので、はっきり言って僕にとって仕事の延長線なので、全く気晴らしにならんのだ。うん。なので、まあ、普段やってることと違うことで、しかも自分のペースでできる気晴らしね。ええー。っていうふうになると、どうしても限られてくるということで、んで、うん、まあ、YouTube をやってっていうふうです。 ねえ、あと勉強という面、もう一つのね。これはね、YouTube の毎日更新は勉強になります。うん、僕にはね、僕にはなる、えー。なぜかというと、こういうふうに声を出して話をするというのは、こう、普段やってる小説を書くという仕事とは全くそのジャンルが違う分野なので、ここから学ぶことって多いです。うん そのこう実際に自分でこう話をしてみる小説講座のダイジェストは、まあ、講,座を教え講座に教えて,で教えてその動画を切り出して編集するという意味ではその動画の編集では勉強にはなったんだけどあれ大変なんだよ動画の編集って字幕いっぱいだ、えー、字幕かませるとなると、うん、時間見てとかって言って。 タイムチェックとかってしなきゃいけないのでうんーでそのこう YouTube の字幕機能を引っ張り出してきても文字起こしの機能でやってきやっていてもまあそのままでは使えないので,で分かりやすいようにどのぐらいの文字数でやったらいいかって再編集しなきゃいけないのでこれ手間かかりすぎるのでとてもその 毎日できないっていうところで、んえっ、ー、と、去年だったかな去年の1月ぐあ、5月ぐらいだな ?5 月ぐらいに、その、そう、ええー、佐藤聖南くんのやつを真似したんで、パクったんだよ。佐藤聖南くんがこう、声だけで、で、声と、もうアイコンと、うん、それから、ああ、 質問箱の質問をずっと表示して、声だけでやるっていうのを見て、あ、これいいなって思ったんだよ。んで、うん、まどうも、ポッドキャストが流行ってるらしいって聞いて、あの、耳にしたので、じゃあ、ポッドキャストと YouTube とでこう配信することをやってみようっていう、まあ、そういうことを始めました。んで、<laughs> 実際にこうして声を出してやってみると、その、 声を出す仕事って、いや、意外と自分で気がつかないことって結構ある。その、ナレーションやってる人のってすごいなって思うのは、シンプルに、あとかえー、とかいうようなことを出さないとか、ノイズを出さないとか、えー、つまらないとかっていう、 うん、ああことを話すことって、これ結構難しいよな。あと、噛まずに話すっていうことね。んで、せいなん佐藤せいなんくんの動画を見ても彼はほとんど噛んでないし、あと、こう、そう、斎藤紳士さんは、まあもともと彼は、 の漫才小ビジネスで仕事をしておられた方なので彼にとっては噛まずにます話すのっていうのはもう最低限当たり前のことだよねって多分思っておられるからこう、うん、別に意識はしてないんだろうけどいや僕にしてみるとその噛まずに話すって結構大変。あとうん 要領よく自分の伝えたいことを話をするっていうことが、これ意外と難しいんです。で、僕はこれスクリプトをダダダダって作って、まあ、過剰書きにすると、まあ、順番わかんなくなるので、思いつきでずっと書いたものを書き散らして、でそこに順番つけて、えー、読んでいくっていう、そういう方式をとっています。で、本当はこれをやるよりも、これをやって、 ただ、それを見て、一旦、声に出して、下読みをして、で、収録するっていうのが一番いいんだけど、そこまで手間はかけられないのでね。うん、っていう風うです。んで、まあ、そういうことを感じたことが、まずあ、あるかな。あと、ポッドキャストも並行してやってますんで、これは、あ サウンドクラウド、一度収録を上げてしまい、一発上げてしまうと、サウンドクラウドと、それから YouTube に同時配信されるという、そういうシステムです。んで、サウンドクラウドに配信すると、そこから RSS フィードで、で、Apple p o キャストだとか、Google ポ o d キャストだとか、s p o テ t i f y だとか、あと Amazon ュージックでも、うん、配信されてます。んで、そういう、うん、まあ他にもいろんな、うん ポッドキャストのプラットフォームがあるんだけど、そこにせいので一斉配信されるっていう、そういうシステムになってます。で、こういうシステムになってるんだっていう、うん、ことは勉強になりましたね。勉強になったっていうか、今でもなってるんだけど、で、ポッドキャストって日本では今のところ普及してないです。欧米ではすごく、 発達してると、おーいう話は聞きます。んで、こう実際に自分でやってみると。で、あといろんなその、ポッドキャストの配信システムというのが合うので、サウンドクラウドを始める前に、始めるときに、こういろいろチェックをしてみたんだ。んで、まあ、ラジオトークだとか、アンカーだとかいろいろあるんだけれど、うん やっぱりね、収益化の問題があるので、えっ、ー、とお、まあ、YouTube でチャンネル登録者数が1000人を超えているので、えー、で、まあ、収益化もできているのでね、まあ、その you YouTube は無視できないので、じゃあ YouTube と連携できるポッドキャストって何っていうことで、えー、今、iTune、なんだっけ、 tune to tube だ、えー。そういう <coughs>、そのシステムを使って、で、同時配信し、で、サウンドクラウド、最初にやったのがサウンドクラウドなのでね、でやった。ただ、勉強して動く過程で、ラジオトークという、その、ポッドキャストのスサービスが12分上限っていうふうに決められてて、で、それをチェックしてみると、いや12分で、 区切るとまあ悪くないよね。だいたい長さ的にそんなにダラダラしないしっていうことがあります。んで、話をしている時でも、こう、うん、ポッドキャストの方の,そのアクセス解析っていうのは日にち単位でしか分かんないんだけども、YouTube でアクセス解析をしていると、その秒単位でその、 視聴者の動きっていうのはわかるので、だから、どのぐらいの長さが適当なのか、で、告知はどこに流すべきなのか、それから、まあ、ここから先はもう、その、リピーターの人には、まあ、聞かなくていいよねっていう、もう、おールーティンなあものとかっていうのは、それをこう、どうやって配置していくかっていうような、 うん、こと。あと、受けるネタって何か。ええー。まあ、こういうネタはアクセスが上がる。こういうネタはアクセス上がらないよねっていうのをチェックしていく。そうすると、自分の、その視聴し、視聴者の、う像っていうのは上がってくるので。うん。そうすると、じゃあ、自分に、自分が、 YouTube で要求されているものは何かっていうのが分かってくるので自分のその YouTube 上のそのキャラクター作りっていうのはまあ決まってはくるよね。で話すネタもっていうふうです。でまああとはそれだけではやっぱりどうしても行き詰まるので、ねまあ、模索するっていうのがまあこれは続けてる感じですな。 で、あと、まあ、最近のことで言うと、サムネイルのデザイン。うんと、こう、要は、サムネイル、表示されて、で、その表示されるアクセス数がどうやって上がるかとかっていうのをチェックしているので、ええー、やはりサムネイル、まあ、パッと表示されるう文字だよね。 そこら辺のデザインの作り方について、まあ、あまりにもダサいんで、じゃあどうしたらいいかとか、えっ、ー、と、こことここがポイントになるよねっていうポイントになるタイトルの作り方。よく、うちの自分の小説講座では、小説を書くときにキャッチコピー考えようやっていうことはよく言います。これは、どこがポイントなのか著者自身がまず把握すること大事だからねっていうこと。それをやはり意識しないと、 意識して書くことは大事。だよね。あとはその意識して、その、やったものが、書いたテーマが、ボケるかボケないかって、まあそこらが大事。なので、ねえ、書店に行って、もうこれはね、アマゾンなどの、うん、うん、ネット書店ではで、もうとてもリアル書店では、 あの、リアル書店にかなわないところなんだけど、近所の書店に行って、近所じゃなくても、もうあの大きい書店しお、うん、政令指定都市の守、うん、書店に行って、で、ざーっと書店の棚の並び具合を見て、その並んでるキャッチコピーをチェックする。 手に取りたくなるいうキャッチコピーって何だろうっていつも意識するって結構大事だよねっていうそうすることによってじゃあ自分の小説の魅力って何だろうっていうことにつながるんでだけどでサムネイルの場合だとサムネイルで、えー、とポイントになるタイトルの作 作り方っていうのは考えるんだけどその他に視覚情報が大きいのでじゃあポイントになるところを急須ポイントのその本当の数を上げてじゃあそうじゃないとこちっちゃくしようじゃあそうするとこのタイトルの中でどこがポイントになるんだろうとかっていうことは、まあ、考えるようになる。でやっぱりそうやってテーマを絞っていくアピールポイントを絞っていくっていうのを考えるのはこれ悪いことじゃないよねっていう。 ことは思いますあとあの間ねこう目を引く視認性を上げるつまりえっ、ー、とパッと見てなんとなく目を引く、うん、ただ文字文字が見えなきゃいけないってのは鉄則中の鉄則でこれはあの自分の本のその本を読んだ時のタイトルの本の想定なんかでも特にそう本の想定なんかはもう おやっぱあのタイトルが遠目で分かるようにするってことは結構重要なんだけどサムネイルもそうなんだね。で、じゃあどうやったらいいか。えっとっていうふうにいろいろ考えてみたときにまあやっぱりとりあえず時間があるとき時間の隙間いてちゃちゃっと調べるよね。A、文字のマックスを作る。全体に白く明るくする。で 背景から文字が浮かび上がるようにする。うん。っていうふうにするとお、テレビだとか、そう、動画だとかのお字幕をやっぱり注意して見えるようにはなるよね。で、そうすると、あ、枠ついてるんだとか、文字の周りに、文字の下に影ついてるよね、とかっていうことが気がつくようになっていうことで、 んで、それが何の役に立つかというと、今すぐ役に立つかどうかはからないんだけれど、ただそうなっているんだっていうことがわかりにくことによって、まあ、今すぐ役に立た,立たなくても、新しいこと、今までき、きや自分がやることによって、新しいことに気がつくことって大事だよねっていうことは、これは今までの経験では思うので、えー やってないことをや,やるって大事だよねっていうことは思うかな。んで、あの、うちの YouTube に関してはコメントはオフになってます。なんでかっていうと、要は、その、まあ、うん、基本自分のためにやってるので、 ついたコメントにコメント返しをするところまで手が回らないのよ。んで、その、一時期その投げ銭ができるように設定もしました。これはなぜかっていうと、うんとやってみたらどうなるんだろうっていう好奇心だよね。で、やってみたんだけど、まあ入ってくるのは100円200円。で、投げ銭のシステムも最初に投げ銭するのが意外に手間がかかるんだ。 だから、これ、投げ銭するのって意外に手間かかるので、ここで、やっぱつまずく人多いよな、っていう。うんと、っていうことは、まず思うことが第一かな。んーで、やはりね、その、コメントに関して言うと、コメントに返すのって、えー、っとね、意外と面倒なのよ。うん。 君何様のつもりだっていうようなコメントがつくことって結構あるので,であと罵倒だとかさえっ、ー、と罵倒のコメントに関して言うと今 YouTube ではあの跳ねるようなシステムになってるのかなただその網をかいくぐってせせら笑うような僕に対してではなくて例えば小説家執行者に対してお前ら何やってるんだよっていうふうにその こう僕の尻馬に乗ってこうせせら笑う人とかっていう人っていうのはそういうコメントってついたりするのでまあこれいちいち対応するのね結構面倒なんだよでコメント欄をオンにしてもな入ってくる投げ銭って、えー、100円単位のものなのででその 100円、1000円に満たない小銭のために、小銭に振り回されるよりも他にやることあるよねっていうことで、えー、コメント欄をオフにするようにしました。で、まあ、あの、こちらにお便りをくださる場合には、別にコメントでなくても、その、えー、あなたの匿名でコメントをつけるんだったら、 まあそのこのリンクのところにマシュマロの特名ボックスがあるのでそこからをそこをクリックしてこっちに話してこりゃいいのでだからまあ一手間かけるあの要はこうコメントする側が脊髄反射でこう、えー、罵倒してくるの こう一つハー,あのハードル作っとくとそれだけで,で全然違うのででまあこうマシュマロでえっ、ー、とお皆さんの意見を伺うっていう形を取る方がいいよかいいよねっていうまあそんなふうですわなあ二20分も話してらい,いかねねやっぱね今ストップウォッチ ンにするのを忘れたので、ついついダラダラ喋っちゃったよ。この番組へのリクエスト、この番組への、この番組のお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても、 受講できます江戸川乱歩症や横水折症大龍門新人症など,など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube キーステーションにサウンドクラウド Apple Podcast Google Podcast Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています というところで今日の鈴木一郎作家に来そんなところで。ではではでは、失礼します。